はい、今回はね、ベータバージョンになったので、まあそちら何が変わったかっていうところは、パッチ情報は一応見たんですけどね、どういったところが変わったのかなっていうのをね、見ていければなというふうに思います。それでは見ていきましょう。まずね、交易所が変わったっぽいですね。おお、高くなったな。高くなったというか、あれか。なるほどね。これがなくなったんだ。めちゃくちゃ強かった関税撤廃がなくなっちゃったんだね。なるほど。これ結構変わってきそうですね、序盤の動き。今までだったら関税撤廃を目標にやれば、簡単にできたなっていうところあったんですけど、一回ちょっと止めるわ。7円 ?2 円これもともとどんぐらいなんだろう。輸出はでも輸入はやっぱ高くなってるってことね。あー、なるほどね。なるほど。めちゃめちゃ高くなってますね。これはちょっとでも面白くはなってきたんじゃないですか?うん。まあ今までだったら簡単すぎたというかね、楽に金儲けはできてしまってたので、まあそういったことが今回はできなくなったってことっすよね。まあただここの世界の供給のところが下落とかもまだありそうなのでね。まあそこら辺はあれなのかな?変わってくるのかもしれないですね。それは、そのことを見ながらちょっとやっていきたいですね。なんかあと、あれだよね。墓穴のシステムとかも変わったみたいなことが書いてあったんですけど、どんな感じなんですかね。まあ、とりあえず、今回はちょっと武器を集めたかったなーってところはあるんですけど、まあ、プレートアーマー買って、一回従者たちを強くしましょうか。とりあえずですね、まあ、一回、いろいろと見て、整理してから、隣の領土を取りに行っちゃっていいかなというふうに思います。ここね、取り行きましょう。まあ一応ちょっとね、攻撃場を整理しとくか。今これ、ボケーとしとったら、なんか、良くないような気もしますので、ですね、とりあえず、食べ物は、アホみたいにしちゃっていいと思うんですよ。で、めちゃめちゃ、あれだな、999、常に維持してんな。もう最悪さ、蜂蜜も999買っちゃっていいやなって思うんだけどね。やっちまうか。だって今もう999溜まってるから、ってことでしょ。もう800円ぐらいさ、貯めちゃってさ、いやもう999買っちゃうか。金いっぱいあるし。999ってなんぼだ。まあ、これが1000円だとしたら8000円 ?8000 円もするんだ。ちょっとやめるか。さすがに8000円はバカ野郎だね。まあ100でいいか。まあ特にね、蜂蜜なんていらないんですけど。で、木製パーツは常に輸出してくれてて、木の板は今、完全交易。で、輸入はしてるんですよ。で、7円でしょ ?7 円で輸入して、いや、あんま美味しくないね。これ、木製パーツ作るのやめよう。これは良くないですね。美味しくない。ちょっと待ってな。これとかも一応きれいにしとくか。置き場がない?こっちに移動してもらって。あれ、なんでこんな。びっくりした。F で変わってた。で、こっちも置き場がないのかな。そうだね。置き場がないから。あ、ここ立ってないんだ。じゃあ早く立ってもらおう。で、とりあえず、ここに人入れたので、ここは動いて、あと2人いるね。で、あとは、ちょっとここ早く仕事をしてほしいなというのは正直ありますが、で、めいめいの毛皮を飼ってもらってるし、で、牧草地はいっぱいいる。で、ここは働いてもらってるでしょ?うん。ベリーやってもらうか。はい。ベリーやってもらいながら。いいっすね。はい。あとはここのレベルが上がってほしいというところですけど。じゃ、とりあえず攻撃所見ましょうか。はい。さっきね、終わってたので途中で。これは攻撃路が必要です。高くない?攻撃路。こんな高かった?めちゃめちゃ高くなってんね。で、小さい盾5円で売れる?
なるほど。ってことはだよ、あまり美味しくなくなってるね。家具屋で盾ってさ、これ何個で作る？あ、板1枚か。なら板1枚を売った方がいいんすね。これまあこれ下落しちゃうかもしんないんですけど、ここをうまく、なるほど、これを作ってもらって、で矢は、矢なんぼだったっけ。矢ってさ何個で作れるっけ。2個やったよね確か。ちゃうっけ、確か2個だったような気がするんだよな。ちょっとこれ見れないっけ。見れるな、これでさ。矢は見えねえわ。矢って何本で作れるんだろう。見してほしいな。まあここは作ってもらってて、とりあえず防具の、あ、家具屋か、家具屋で、でっかい盾ではなくちっちゃい盾を作ってもらいつつ、常に貿易をしていきましょうか。マイナスにはやっぱなってほしくないからね。お金5円でしょ。これがなんぼで作れるかなんだよな。ただ交易路はちょっと使っちゃいましょう。で今やっぱお金になるのがマント等だと思うので、あんまもう交易をしない方がいいのかなっていうところもあるんですけどね。正直どうなんだろう。まあこれ買いましょうか。たけー輸出しましょう。なら、まあ、ここをちょっと取り返してもらわないといけないんでね。今払った分4000円ぐらい払ったでしょ。で確かマントが糸とこれなんですよね。なので糸はいっぱい作れてて、でベリーも今輸入してるので、うん、輸入してるしここで働いてるしという感じなので、多分いい感じにはいけそうっすよね。ただ今これをね、早く作ってほしいんだけど、誰もやってねえんだよな。なぜかわかんないけど、まあ売買はここら辺を、小さい盾と洋服を売って生計を立てていこうかなっていうふうに思います。であとは武器をしっかりと手に入れて、戦う準備をしていきましょうか。その動かないんだろうね。はい、お金はやっぱ貯まってますね。あ、敵が所有権を主張してます。どこですか、うちですか。やるか、戦争ってことか。やろうか。ちょっと待ってな、とりあえず戦う前に弓矢が強くなったらしいんだよね。本当に弓矢強くなったのか見てみたいな。ただこれ頑固なやつら借りるので弓兵なんですよね。まあ一番バリューあるのは盾ではあるので、まあ弓捨ててこれでいいかなと思います。であとは契約書にサインして、こんだけ集まってもらいましょう。で、やつらは、まず、ここ行かなきゃいけないのか。なるほどね。OK。まあ、とりあえず我が軍を集合させましょうか。はい。集めてからでいいんでね。下から来てる？ちょっと待って。こんなところから山賊も来やがった。あ、じゃあ下から来てんのか今。こっちから来てたわ。あれ仲間だったわ。なるほどね。じゃったらよ。ここ来てもらって、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 はい、来てもらいましょう。あれ、なんかどこにいんの、うちの兵隊ともは。どっから来るんだ。でもこいつら村を襲うとかはしないと思うんだよね。このあれがめんどくさいね。なんかこいつらやってんの。大丈夫やね。
とりあえず仲間と合流してだね。戦いたいね。え、こいつら襲ってないよね。これ襲ってんのかな。まさか襲ってはなさそうだね。オッケーオッケー、襲ってないなり、うん、なんか詰まってるわ。ああ襲ってない襲ってない。よしよしよし、これでいいこれでいい。ただねこれ2回目が来るんすよ。それがめんどくさくてね。だからどうやって戦おうかなってところですよね。まあこっち集まってもらってていいか。はい、相手も多分ここで戦うと思うので、さあ1回目の戦いになるかな。ちょ、ここはもう負けられませんね。なんで好感度が下がってるのかよくわからんけど、とりあえず1を押して、で、お？戦闘開始になったな。来てんね。まあ相手も人数はかなり多いというところではありますけど、お、なんか来たわ。俺はこの首相を取り下げる気はない。かかってこいよ。さあ相手の従者36にもいいんだね。ちょっとめんどくさいですね。もうそろそろ来る。さあここで弓矢をもう自由射撃で撃ってもらいつつ、もう見えたら撃ってもらおう。で左にねあいつら展開してっから、こうしようか、やられないようにね。いやもうこれ壁になってもらうか。うん、こうしよう。で多分そろそろ撃つべ。オーケーオーケー、撃て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 。このね陣形がぐちゃぐちゃに見えて全然いいんですよ。ぐちゃぐちゃじゃないんで。でここは持ち場を守ってもらって、こいつらも持ち場を守ってもらおう。で行ってもらおう。でただこれ左から後ろから来てんな。こいつらをしっかりと引きつけてね。でこいつらはこの弓矢、弓兵をしっかりとしばいてもらおう。ここ行ってもらおう。あれ行って早く早く行け早く行け。でこいつらはしっかりとしばいてもらって、オッケーオッケー、後ろ向いてんね。で前に進んでもらって、でこいつらなんか遊んでるから横に散らして、でこうか、ちょ待って待って間違えた、こうか、ナイス。でここもプッシュプッシュして、でここもプッシュプッシュして、オッケーオッケー、でここもプッシュプッシュプッシュで、ここプッシュプッシュプッシュで、ここもアタックしてもらっていいね。よーし、ね、あとはもうこいつらをリンチです。はい、ナイス、ジジイ。さあ人もそこまで減ってはないんじゃないかな。無傷でいけた、無傷ではないか、そこまで。でも人数も減ってなさそうだね。弓矢のやつらも減ってないし、 OK。 さあ一応ここの領土は守ることはできましたね。で、一回自分のところに戻って、隣、やはり、行きましょう。もう許さない。うん。切れました。さすがに。奴らから来るとは思いませんでしたわ。
舐めてますね、本当に。一回こいつらは家に帰ってもらってな。お疲れ様。さあ、この不満だらけの野郎どもは、飯がねえ、飯がねえっつってるけど、ちょっと本当にそれは舐めてませんかって話なんだよね。飯がねえ、飯がねえってさ、飯こんなたんまりあんのに。あれ、ゲームが落ちた、びっくりした。はい、なぜかね、さっきの戦いがクラッシュしちゃっててもう一回やることになってます。どういうことでしょうか。仕方ないっすね。もう一回仮打ちにしたろうか、こいつらね。許しません。まあ、さっきと同じ陣形でいいと思うんだよね。難しく考えず。で、まあ、弓は常に打ってもらいたいってところあるから。で、従者前にして、いっちゃん強いから。いっちゃん強いから、前にしてもらって、で、こいつらを左翼守ってもらって、真正面固めて、ここも固めて、で、これでいいかな。さあ、ただこっちからあれだね、向きがおかしいことになってんだけど、俺の主張は取り下げねっつってんだろ。どう来るかな。あそこの弓矢がだるいな。一回ここで引っ張ってもらってだね。ちょ、陣形がめちゃくちゃ下手、下手っていうか汚ね。さあ、ここは絶対に芝くじゃん。で、右のやつらは絶対に芝いてもらいたいから、あの弓兵はね。オッケーオッケー。左は見ててもらって、で、弓打ってるよね。オッケーオッケー。弓はもう自由に打ってもらって、で、こっちをまず固めてもらおうか。持ち場を守ってもらいながら、ね、こいつらはもう持ち場、いや待って、こいつらはこっち行こう。で、ぶっ倒してもらって、で、こいつらはここ行ってもらおう。 OKOKOK。 ただ相手従者だから強えな。で、弓矢を逃げてもらいながら倒すと。で、持ち場を守ってもらって撃ってもらおう。ナイス。で、こいつらも縛いてもらって、あれ、あいつらどこ行った。あ、なる、後ろから狙ってんね。で、こいつらも倒してもらって、こいつら引いてんな。で、ここは撃ってもらいながら、オッケーオッケーオッケー。かなりやられてんな。さっきの戦いめちゃくちゃうまかったんだな。全然死んでなかったもんな。一回引いてもらいながら行こう。めちゃくちゃ死んでる。で、あとはもうこれ全員でアタックしちゃえばいいから。 OK、 ナイス。人が死んじゃってるわ、いっぱい。で、こいつら追ってもらってで、チュン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 して、いやー死んじゃったな。最悪や。どんだけ追いかけなきゃいけねえんだよ、こいつら。めんどくせえな。めちゃくちゃめんどくさいやつらだな。で、お前らもう一問来い来い。
で飛び道具警戒態勢してもらいながらプッシュプッシュプッシュ。ただめちゃくちゃやられてない？場所が悪いのかな。 OK ナイス。であとはあれよし。いやただねめちゃくちゃ人死んじゃった。これはあまり良くないですね。勝ったんだけどね。さっきの方が良かったわ。まあただ勝ったからいいか。でただ人がちょっと減っちゃったので、まあ人を増やしてかな、人を増やして次の戦い行きたいなっていうところはありますね。はい、今ですねちょっとね見てもらえば分かるんですけど300人ね村超えたんですよ。でこれから右のね領土を取ってこっかなというふうに思います。まあ最悪取って、まあ結構余裕そうであったら左右取っちゃってもいいかなっていうところがありますね。はい、バン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 行っちゃいましょう。とりあえずまず軍隊で槍でどうしようかな。弓を、いやでも弓いらんな、もうこれだけでいいね。であとは傭兵を雇いましょう。はい、で傭兵雇ってもらって、まず傭兵を来てもらってっすね。じゃあやりましょうか。戦争に行きます、行きましょうか。じゃあ隣の領土を、まあ物資あんま生まないけどな、行きましょう。この地域に所有権を主張しますか。はい、さあ来るのか男爵、お前の領土を取るぞ。お、来た。さあどこだ、どこを取ればいいんだ。そこね。オッケー、行くぞ。そんなことはない、俺の主張は取り下げるつもりはない。行こうか。でただ多分後手で回っていくみたいになってってるので、多分ちょっと待ってな、コマンドだけ入れとこう。場所は取られちゃうんだろうなーってところありますよね、いい場所をね。まあただそんなことは関係ねえよ。で相手の従者に対してしっかりとこっちもね、当てていけばいいかなっていうふうに思いますし、何やってんだこいつは一人で。さあどっ構えてますね、ドカッと。まあゆっくりゆっくりいくか、前線上げて。まあ焦る必要ないからな、森の中か。で相手は弓矢と棍棒隊ね。さあゆっくり行こうか。で2やって1やって2やって1やって来たね。ちょ待てよ、来てるんで一回ここは整えよう、陣形を。とりあえずで相手が従者が真正面来てるね。なので従者に対しては従者でやりたい。でまたやつらは左を攻めてきてる。まあここは従者にも下がってもらいながら弓矢を守ってもらう動きしていこうか。取り下げるつもりはねっせんだよ、戦争だよ。でここを知ってでいいんじゃないかな。ああ取っちゃった。
さあ、相手がどう来てるか。まあ、右に弓矢が散ってってって感じだね。いつもの感じだね。ダンちゃんは。相変わらず。さあ、当たるかな、もう。まあ、一応、自由射撃入れといて。で、右から展開してきてるなら、こいつらを右に突っ走ればいいから。ただ、早めに行くとあんま良くないからね。さあ。どう来るのか。こっち来たいな。さあ、弓矢は撃ってんね。当たるね。で、右から来てんね。まあ、右は見ときながら、こちらね。で、これをやっとって、後ろ回ってもらって、で、こうだね。後ろからガツンやね。で、弓矢を撃ってもらって、もう誤射しちゃっていいから、で、こいつは前進んでもらって、で、こいつらアタック。弓矢をかわしもらいながらアタックと。で、エビバリプッシュプッシュプッシュ。で、前進んでもらって、もうごちゃごちゃよ。で、こいつらは誤射しちゃっていいから、打ってくんないね。で、後ろから来てんね。とりあえずあいつら見てもらいながら、OK、いいね。で、また囲んでるから、とりあえず囲んでもらいながら、で、一回引こう。こっちでいいよ。こっちに戻ってきてもらって、で、ぶち当たってるから、ここに来てもらおう。はい。で、ここは勝ってんのか？勝ってるから、ここ、助太刀してもらって、OKOKOK。助太刀してもらいながら、はい、チュン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 やってもらって、OK。ナイス。ね、あとは、あの、弓兵だけを狩ればいいと。まあ、みんなで行こうか。ゆっくりみんなで行こう。あとは絶対勝てるはずねえじゃん。絶対勝てるはずないだろ。で、みんなで弓か、逃げんの卑怯だろ。逃げんなよあいつら。どんだけ卑怯なんだよ。めちゃくちゃ卑怯もん。どんだけ卑怯な。 OK、 捕らえた。よしよーし。まあ、今回はこんな感じで終わるか。次は、上の3つを取りに行こうかなというふうに思います。それでは、また次回の動画で会いましょう。じゃあね。バイバイ。